韓流コスメということで、ムロさんが実際使ってみておすすめな部分とかをちょっと紹介していけたらなと、うん、はい、やってみて、はい、ちょっと結構ね、これ感動するよ、うん、もうさーっとつけるだけ。おー、これ色いいですね、うん、なんかドキッとする眼差しになる。トレンドに引っかかってくるようなところだけのバリエーションでブワーッとあるから、うん、めっちゃ楽しいじゃんっていうふうに思いました、うんうん、皆さんこんにちは、パリジェンヌビューティーグループの清水さやかです、今回はムロさんにまた来ていただいて、初めてこの企画やるんですけど、うん、はい、バラエティショップとか行ってもやっぱすごいから、そう、僕も全部を全部網羅してるかって言ったら、うん、ぶっちゃけそこまで網羅、全部網羅できてないんですけども、うん、でもやっぱ自分が使ってる中でもあるので、うんうん、去年ヌルパリジェンヌっていうのをバラエティロフトさんから先行で出させてもらった時に、うん、やっぱり新商品の出方がえぐいぐらいのスピードなんですよ、うんうんうん、プラスここにあるものってまだ出てきて、うん、日本に来てまだ1年とかのブランドにもかかわらず、うん、もうみんな名前知ってるようなブランドじゃないですか。勢いありますよ ね見てるだけで楽しいし、うんうんうん、まあ、そんな中からムロさんが実際使ってみておすすめな部分とかをちょっと紹介していけたらなと、うん、はい、はい、思います。はい、あのメイクボックスに欠かしてないのは、うん、もうトゥークールフォースクールっていうところの、うん、これもすごい人気があって、うんうんうん、割と有名です。シェーディングパウダーで、これは2色あるんですけど、僕はこっちの方の色を使ってるんですけども、シェーディングとしてはもう完璧です。へー、うん、すっごく柔らかく優しくシェードしてくれるから、これ3色入ってるんだけど、この混ぜ具合によってもちょっと変わってくるっていう、そういう風な使い方もできるので、これはもう本当に定番として使ってる感じです。2色あって、うん、そしたらここのもみあげの部分に軽く色を入れてもらって、あと残ってるものをスッ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 って入れるだけ、うんうん、そんな感じで、まあ、手軽ですよね、使いやすい、うんうん、例えば仕込みでシェードを入れるとき、うん、もう仕込みの段階からシェードを入れるときはもうこれもね、これねすごい紹介してますよね、もう。そうなので、これはもう練り状なんですけども、うん、これでシェード結構色味が濃いんだけども、うん、肌にスッと馴染んでくれるんですよ、うん、なのでこれを軽くシェードを入れたいところにスッと引いてもらって、うん、あとは自然にぼかしてもらうだけ、うんうんうん、なのでこっちは仕込みのシェード、うん、でこっちはアウターだ、シェードが足りなかったら最後にこれでシェードを足すっていう感じで使ってます。これがまあ一番使ってる普段から使ってるものですね、うんうん。ヘラはどっちかっていうと韓国ではラグジュアリーブランド、デパコス、韓国って割とリーズナブルな価格帯のものがすごく多いけど、ヘラに関してはあの百貨店とかデパートとかで入ってるちょっとコスメの中ではハイブランドになるんですけど、とにかくいいんですよ、ものが。いや、わかります。この間あのファンデーションね、比較した時に、そう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 、私すごい感動したもんな。そう、パウダー状なんだけど、うん、これねメイクアップ下地なんですよ。へ、パウダー状の下地、ファンデーション塗る前にこれを塗る、うん、ちょっとね手でやってみて、はい、ちょっと結構ねこれ感動するよ、うん、もうさーっとつけるだけ。はい、触ってみて。おお、あのベタじゃなくてさらってるっていう感じ、うん、引っかかりがなくなるし、全くなくなる、うん、そうなので、これで最初にカバーしておいてもらって、うん、ファンデーションをのせてもらうと、うん、油とか浮いてきても、うん、先にパウダーのせてあるから、うん、油がくすみの原因になりづらいみたいなことを言ってたような気がします。すごい、これ使った後に、うん、こっちとか使うとすごい綺麗なんですよ、うん、へー。このねクッションファンデもめちゃくちゃいいと思うんだけど、うん、やっぱりクッションで、うん、やっぱ物足りない時もあるじゃないですか、うんうんうん、これ使えばいいんだって思ったらすごい楽、ね、うんうん、最初にこれを使ってもらってから、うん、クッションを使ってもらうと、うんうん、いいです、うん、もう一つ、これはもクッション、これも人気、うん、すごく人気、うんうん、私実は買ったわ。買った、うん、どうだった。よかった、ね、あ、よかったよかったよかった、うんうん、なんかね、うん、人気が出るのが分かる気がします。なんかあのカバー力はちゃんとまあミドル以上あるし、うんうん、であとはなんていうのかな、ツヤも行き過ぎず、うん、クッションファンデによくありがちな結構ツヤが強いもの、うん、というよりも品よく決まってくれる、うん、実際に僕は現場ではやっぱりリキッドとかの方が多いんですけども、うん、今回ちょっと使ってみたらめちゃめちゃ良かった、うん、使いやすい、うん、使いやすい。これもめっちゃ使ってるけど、あ、これはね、うん、これも
もう普段から使ってるんだけど、フィックスミスト、うん、フィックスミストいっぱい出てるんですけど、うん、もう今年これですね僕ヘラ。もうね、うん、ちょっとかけていい、うん、細かいのすごく、うん、霧が細かくて香りも良くて、うん、それで例えばあのツヤがね、うん、増す感じ、トゥルッとみずみずしいツヤの膜を作ってくれるような感じだから、うんうん、最後にかけるともちろんフィックスミストだから、うん、メイクのもちろんすっかりとぐんと良くなるんだけども、うん、それ以上に僕はこのツヤを、うん、なんかこれでしか出せないようなツヤがあるから、まあ確かにわかります、うん、これね30秒くらいしてくると、うん、もうピタッとついて、うん、トゥルッとなってくるので、うんうんうん、そうなんですよ。これはもう本当に欠かせない感じですね。なんで逆にマットっぽく肌を作ってあげて、うん、最後にこれつけてツヤっぽくするみたいなのも意外と気に入ってる、うんへうん、これが一番新しいかな、新しいヘラの口紅のなんだけど、うん、綺麗なんですよ赤が、ね、もうね大人っぽくてスタイリッシュ、なんか寝る前からおしゃれなのがわかる、わかるよね、うん、なんかソウルレッドっていう名前なんだけど、うん、ソウルレッドってすごい攻めた名前だよね、攻めた名前だけどソウルがめっちゃかっこよく感じる。赤口紅ってやっぱりほらみずみずしかったり透け感があるものが最近やっぱり好きだけども、うん、こういう色を見るとやっぱかっこいい、うん、絶妙だよね、うん、何なんだろう、ブラウンっぽさもあり攻めた赤でもあり、なんか都会的でもあり、そうだよね、うん、そうソウルレッド、うん、301番です。赤リップ好きな方はぜひちょっとチェックしてもらうと、うん、すごくおしゃれな色でした、うん、ミルクタッチのマスカラ、うん、これがね、うん、すっごく良かった。私も使ったけど良かったみたい。本当、うん、まずね最初にねこっちがね同じタイプのカールとロング、うん、色が違うだけ、うん、でこっちは普通の黒なんですけど、うん、このねこっちがねブラウン違う何ネイビーなんだけど、ちょっとパールが入ってるんだけどギラギラしたパールが入ってるわけじゃないから、うん、なんていうかなちょっとツヤっぽく見えるんですよ。ラメって結構マスカラにのせると危険じゃないですか、うんうんうん、でもこれねなんか繊細なねパールが入ってるから、うん、ちょっとね塗ってみると分かると思う。これ色いいですね、うん、なんかドキッとする眼差しになるし、うん、変な青さじゃないからそう浮かないし、ちょっとだけメタリックなネイビーみたいな感じだから、うん、なんかね程よく、うんうん、ネイビーもすごい鮮やかすぎるネイビーではないから、これいい言葉かあってるか分かんないけど妖艶な感じ。ああ、うん、でもそんな感じかもね、うんうん、確かに白目は綺麗に見えるかもね、うん、本当にそれ塗った瞬間にね、うんうん、で塗りやすいし、うん、すごいセパレートしてくれるからこのタイプはね、うんうん、これをこれから使おうと思います。これもさっき見たらさすっごい好きね。そうこれもさここまで好きにって多分ね、見たことないんだけど、うん、そう今みたいに下まつげをこれもすくえる、うん、すっごいすくえる下まつげ用って言ってもいいぐらい、うん、でも下まつげ用とあと目尻の 1,2、うん、本どうしても大きいマスカラだと難しいところとかにはいいのかも、目頭の部分とか、うん、ブラウンの方が馴染みがやっぱりいいですね、うん、僕たちの仕事だったらこの形状は持ってた方がいい、うん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 、と思いました、うんで、うん、あとはミルクタッチつながりでいったら、うん、もう韓国といったらこうグリッターライン、うん、そっちまでの3色がどっちかっていったらグリッターは入ってるんだけど、うん、ちょっとスキニーなツヤっぽいちょっと感じ、なんでだけどこっちの3色はちょっと大きめのグリッターが、うんうん、こういうことからメイクって楽しいが始まるんだろうね。楽しいと思う、うん、なんか全体に引いてしまったり、うん、と昔みたいにやっちゃう、うんうんうん、涙袋作りますみたいになっちゃうとちょっと古臭くなっちゃうんだけど、うんうんうん、点在しておくとすごく綺麗。これはちょっと黒目の下の部分に、うん、下まつげにそう、その辺まで、うん、例えば大人の人ってがっつりラメラメグリッターとかってなっちゃうとちょっとだけなんかトゥーマッチだったりするんだけど、なんかちょんちょんと置いてあることによってなんか角度だったり光の反射によってなんかチラチラっていうのが見え隠れするのが色っぽい、なんか印象度ががっつり上がる、うんうん、あとは僕もうこれも使
ってるんだけど、ステージの仕事とかも多いじゃない、うんうん、そうするとやっぱりスポット浴びた時にラメはすごく効果的、うん、このミルクタッチよりも先に知ったのはこっちのウォンジョンヨ、うん、日本でもすごい人気あるよね、うん、あの TWICE とかのメイクやってる先生なんだけど、うんうん、先生が作ってるブランドなんだけど、これはもうさっきと今と同じような使い方なんだけども、うんうんうん、黒目の下だったり目頭の部分の本当に2ミリくらいのところにポンポンと置いてあげたりっていう感じ。こういうものって例えばグリッターとか若い子、うん、だから使えるよねとかじゃなくて、うん、大人でもさりげなく使ったらすごい可愛いんだと思う。やっぱりその引き算が上手だとね、うん、一気に、うん、すごいね効果的だね。なんか目は大きくなるし、うん、ねチラチラしてるし、やっぱこれはやっぱちょっと大人のラメね、なんかドキッとしますね、うん。これはもう日本のドラッグストアとかバラエティショッパーでいっぱい売ってると思うんですけど、うんうん、その中で僕が好きなのこれもだいぶ前に買ったやつなんだけど、うん、何がいいかっていうと全色マット、うん、ちょっと秋冬とかちょっとこれから夏場に向けてはちょっと使う色ではなくなってくるかなと思うんですけど、全部綺麗に見せてくれるくすみ色、うんうんうん、しかもマットだらけなので、うん、やっぱマットシャドウって探そうと思うと少なかったりするじゃないですか、うん、なのでこれだけマットがあるとすごい使えます、うんうん。最近勢いあるよね、ラカね。いやラカ、私ラカすごいと思うわ。だってたった1年ちょっとでさ、うん、圧倒的な、うん、あのカラーバリエーションなのよ。その絶妙な、うん、全部トレンドに引っかかってくるようなところだけのバリエーションでブワーっとあるから、うん、やっぱこれはみんな好きだし、うんうん、迷うと思う。すごい自分もこうやって見ててすっごい迷ったから、うん、これこそねめっちゃ楽しいじゃんっていう風に思いました、うん、で特にねこのシリーズフルーティーグラムティント、うんうん、これね使ってみて思ったんだけど、うん、すごくね水っぽくみずみずしいんだけども、うんうん、時間が経ってツヤがなくなったとても色はなくならない、うんうん、へこれちょっと、はい、のせつけ使ってみてください。このままいっちゃう。もうね、うん、なかなかテクスチャーも今までのテクスチャーと違うよ。てかいい匂い、うん、あいいいいでしょう。なんかドットつかないのにこの色もいい。 このシリーズねどの色使っても唇がなんかね、うん、蒸気してるような、うん、この色味とこの質感とすごいいいよね、うん、なので多分気になる方もいっぱいいると思うんですけども、うん、実際のホームページを見てもらうと、うん、口紅全部の色玉っていうのをつけた時のあれが載ってるので、うんうん、それを参考にしてもらうといいんだと思います。僕もそれを見て参考にしたりしてるので、うん、122今のは122ね、うん、でも意外と好きなのはこのベージュ、うん、ベージュもあってこれが唯一のベージュカラーなんだけど、うん、シュガーってこの質感でこの色このベージュを使うとなんかね素敵なんですよ。今までにないテクスチャーなんだわ。そう、うん、いいでしょ。なんかあの毎年思うんだけどこれからの時期に、うん、やっぱりバンって決めるより、うん軽い方がいいじゃん。そうでバンって決まってるようでも軽いんだよね。そう軽いし、うんうん、本当に何だろう時間が経っても色残るから、うん、例えばもう上から重ねなくても、うん、もう一回つけちゃって色が残ってるから、うん、あとはもうリップクリームピッピッて塗るくらいでも全然大丈夫、うんうんうん、しかもこれねビーガンなんですよ。へアイシャドウ、アイシャドウだけがビーガンじゃなくて、うん、他がもうビーガン、うん、ビーガン処方なので、うん、ビーガンでここまでなのね、こんなおしゃれなリップいっぱい出せんだと思いましたけど、あとはもう一つリップスティックでも、うん、こっちもねすごい気に入ってて、うん、こっちもねツヤめっちゃ綺麗なんですよ。もうでもねここで、ね、塗っただけでも、うんうん、あじゅわっとしてる、じゅわっとしてるし、うん、このツヤ感、うん、こっちのタイプもみずみずしいんだけど、よりガラス玉みたいなみずみずしさのある、うん、かわいい色これ。そう、うん、見てこっちを、あかわいい色。そう、うん、なので、うん、これもこの辺に関してはコスパで言ったらめっちゃいいですよね、うん、でアイシャドウもトレンドを抑えたカラーだし、うん、なんかね使いやすい。やっぱりこう大粒のグリッターが入ったり、うん、こうちょっとシマーなものマットなものだったり、結構ねこれも使いやすい、うん、あとチーク、うん、チークもなんかこう一見
パッと見た時に、うん、あこれマットチークなんだって一瞬思ったんだけど、うん、実際つけてみたら、うん、もうね細かいねパールが入ってんのかな、ツヤなの。本当だ、なんか全然ね、あ本当だ、穏やかなツヤ、うん、見た目ポップだから、うん、中身もなんかその、うん、なんとなく言い方悪いけど、うんうん、古いお化粧品のテクスチャーかなと思いながら、違う処方が最新、うん、最新だから違った。だからチークは特にあのギラつきもしないから、うん、なんかね健康的にも見えた、可愛いけど健康的にも見えたってことでし た,、うんうんうん、たあと最近、うん、これが多分一番新しいものなんだけど、これねハイライターなのね、うん、ここ使った、使った、よかった。ハイライターなんだけどこれね、うん、めっちゃくちゃね綺麗だった、うん、ここのハイライターのせるよ、うん、ほらぐーっと、うん、肌に馴染む、うん、ハイライター3色あったんだけどその中でナチュラルビームっていう、うん、この一番なんていうかなベージュっぽいハイライターが使いやすくて好きでした、うんうん、高さがさちゃんと出たよね、うん、出た出た出た、ハイライト効果がしっかりなんか出た、うん、だからなんていうのかな、肌色を邪魔しないし、うん、意外とパウダーモンのハイライトって僕あんまりちょっと苦手、うんうんうん、だったりするんだけど、うん、これはね本当にね馴染みが良いし効果が的だし、うん、ギラつきすぎないの、すぎないけど、うん、トゥルッっていう感じ、うん、みずみずしく決まるみたいな感じ、うんうん、そんな、うん、こんななんか、うん、ちょっとやってて楽しいね、うん、ね、なんかいろいろ、いや本当に感動ポイントがこんなにもあったんだと思って、うん、最初ね華やかだから楽しそうっていうところだけかと思いきや、うんうん、やっぱなんかこれやってる時に、うん、僕もまだまだいっぱいチャレンジしたいなというふうには思います、うん、もうなんかこの辺とかこの辺とかこの辺とかは使ってるけど、うん、やっぱりもっと使える場所があったらもっと使っていきたいしね、うんうん、このせっかくグリッターとかね、うんはい、ということで、今回は韓国のコスメを初めてムロさんと紹介したんですけど、はい、もう私もすごい気になるものが、買わなきゃいけないものを見つけてしまったので、うん、でも楽しいよね、はい、うん、本当楽しかった、はい、皆さんも概要欄からぜひチェックしてみて、あのぜひチャレンジしてもらいたいなと思います、はいはい、これからも美に関するいろんな情報をあの発信していきたいと思うので、よろしかったら高評価ボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。